ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW M2 クーペ2016年式9500キロ、こちらの車両になります。やってきました。いじりもの。いじりものですね。もういじ、え、テンション低くないですか。いやそうだね、久々じゃないですか。前回、はい、撮ろうとした時に売れちゃったじゃないですか。あ、そうですね、はい、そうなんですよ。ちょっとご説明させていただくと、はい、よしこれから撮るぞって言ってたら、はい、こうお客様来店されて、はい、あ、この車いいじゃんって言って、はい、まさかのご制約ということで、ご制約という感じで。でもね、その時にね、ツッチーパフォーマンスのね、芸能人ぶりをね、いや本当に痛感しましたね。だからお客さん車買って一緒に撮ろうよ写真って言ってすげえ芸能人だなと思いましたよ。まさかのこう出来事でびっくりしました。そうですか、はい、いやまさか撮ろうとしてた車が売れると思わなかったし、はい、その後呼ばれて一緒に記念撮影なんて思わなかったんで、はい、びっくりしました。いやでもね、ありがたいことですよね。ありがたいです、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。そして今回ちょっとご紹介させていただくのが、もう久しぶりのいじり物ってことで、いじり物ですね、はい、僕はもうワクワクが止まらないです、はいはい、ただ残念なことに、はい、あのボンドグループでカスタマイズさせていただいた車ではないんですよね。そうなんですね、はい、ちょっとそこはちょっと残念ポイントでもありますけどね、はい、だから調べたら かなりきちんとしたところでカスタマイズ、はい、そうですね、まあ、もうあの某有名なところで、はい、ドレスアップしてることなので、はい、で結構ドレスアップした車だと中身どうなってんの、ちゃんとついてんの、はい、分かんないですけど、はい、今回の車はもちろんちゃんとしたところでやってますし、はい、うちの方でもうチェックしてますんで、はいはい、してますね、ご安心して、はい、まあ、乗っていただける車になってると、はい、でちょっとカスタムポイント多いんで順番に端から見ていきたいと思います、はい、でも前回りからして派手じゃないですか。結構派手ですね、はい、もうフードもそうだしリップもそうだし、うん、はい、でまずフードからいきます。フードからいきますか。フードから車外の、はいはいね、いろんなところいろんな角度からいろんなこうが飛んできそうなフードですね。これすごいっすね、はい、まず穴が、はい、ダクトが、はい、これ雨の日どうすればいいですか。ダメですね。ダメですか。ダメじゃないですか。結構ダイレクトですもんね。あんまりだから青空駐車はお勧めできないですよね。お勧めできないですね。で実際、まあ、今回あの こちらの車も買い取りをさせていただいたんですけど、エンジンルームにやっぱり火こう、まあ、あ、引いてあって、引いてあって濡れないように、はい、濡れないようにしてありましたね。はい、まあ、それも屋根付きのガレージだったんですけど、まあ、屋根がついてて、まあ、全部フルの屋内ではなかったんですけど、まあ、そういったと お気遣いをされてたと思いますね、うん、やっぱりそうですよね。エンジンなんで別に、はい、え、水が直接かかったら壊れちゃうとかっていうわけじゃないですけど、そうです、ね、やっぱりこう雨の日、うん、青空駐車でこれ置きっぱなしだと汚れちゃいますし、水も溜まっちゃいますし、うん、はい、まあ、いいことはないんで、ないですし、あとはもう後でも、ね、開けてもらえれば分かりますけど、中の本当にちょっとこうパーツのいじり方とかカーボンとかちょっとやっぱり芸術的じゃないですか、中のエンジンの中身、はい、一回ちょっと見ちゃいました、はい、こんな感じのダクトになってる、はい、これすごいですね。そしてここですよ。これもともとカーボンフードなんですね。そうですね、はい、ここだけその地のカーボンを出して塗り分けしてあるんですね、はい、うん、塗り分けしましたね。なるほど。なんでもうこのダクトとこのカーボン出しでこう前回り派手すぎやしませんか、ちょっと、うん、ここはねあの声裏返っちゃいましたけど、好みがあるので一応純正のボンネットはあります。なるほど、はい、なので、まあ、でも純正のボンネットに変えた場合に、まあ、査定っていうことで考えるとボンネット交換に取られちゃうので、あ、そこは、まあ、あらかじめあのうちの方も、まあ、あのお話して販売をするいますけども、一応この状態であれば、まあ、変えてますよっていうのは言いますけど、純正に戻しちゃうとボンネット交換したんじゃないですかっていう、その荒の疑いをかけられちゃう可能性もありますので、なるほど、はい、まあ、そこはまあ、要注意というわけじゃないですけど、認識していただければなというポイントがあります、ね。まあ、このようにして戻すこともできますってことで、パーツがあるんで、はいはい、で、あとは前回りでいくとこのリップスポイラーが、はい、おなじみの 3D デザインのリップスポイラー、はいはい、カーボンのものがついてるわけですね。でこれもしっかり綾織りなんで、このフードの綾織りと合ってるという、うん、BM カーボンパーツが綾織りですもんね。そうですね、はい、フェラーリなんかだと平織りですけど、うん、まあ、この辺なんかもしっかりで、 3D デザインも日本発信の BM チューナーですから、はいはい、ものもしっかりしますし、デザインもめちゃくちゃうまくないですか。うまいですね。この BM の M 系のこの下側ってちょっと特殊な形状になってるじゃないですか、うんうんうん、それをなんか全部うまくつないでますよ。そうですね。で心配なのはこれだけ低いとちょっとヒットなんかが、うん、ちょっとあります、ね、え、1個ありましたね。
いやでもほぼ当たってないです。あ、この先がちょっとガサガサってなってるぐらいですね。いやもうそんなの当たったうちに入らないぐらいのそうっすね、それぐらいのそうっすね、はい、ささくれちゃってるとかは全然ないですね。はい、じゃあこの辺なんかからもかなり丁寧に扱われてきた車体だなっていうのが確実に見て取れます、はい。あと気づいたのはこれプロテクションが結構部分部分貼ってあるんですかね。貼ってますね。まあ、バンパーなんかちょうどこの辺なんか分かりやすいと思うんですけど、はい、この辺なんかとかヘッドライトは貼ってないんですか。貼ってないです。ヘッドライトも貼ってありますね。貼ってますね。ちょうどここに、はい、切れ目が出てます。で、まあ、これ2オーナーさんにはなるんですけど、一応ワハースオーナーさんも雨の日ほぼ走らなかったっていう感じ で、 そうなんですね。はい、コンディションもすごい良くなってますので、じゃあずっと大事に大切にされてきた、もう本当に乗られてたと思います。はい、なるほど。こんな感じの周りになってて、こっち行きましょうか。やってきましたホイールが、はい、Z パフォーマンス、はい、これあまり聞かないですよね。どうなんでしょう、結構、うん、一部というか、うん、はい、知る人ぞ知るメーカーですか。そうですね、めちゃくちゃこうなんですか、 BBS みたいに、はい、もう認知度と、うん、なんですか、装着率が高いかっていうと、うん、まあ、海外のホイールなんて知る人と知るっていう感じになっちゃいますかね。そしてホイールが20インチという、はいはい、このちっちゃい車で20インチ普通に入っちゃうんですね。うん、入りますね。はい、でさすがにタイヤは割と扁平ですけど、うん、なんかこう無理してる感がないという。そうですね。でまたこのデザインなんで、このどでかいブレーキが丸見えでいいですねこれ。そうですね。でこの辺も個性的な部分なんで、これもノーマルパーツあるんですよね。ホイールですか。はい、あります。はい、なんでまあ戻したりとか、はい、まあ、ボンドグループですから違うものにご提案したりとか、はい、そんなことがいろいろできちゃうと。でこれも結構買ったらしますからね。しますよ。はい、で今回はもうこれ、カスタマイズされているところを1個ずつ拾っていくと、うん、とてつもない金額になってるじゃん。なります、はい、だから車がもう1台までいかないですけど、もう半分ぐらい車が買えちゃうぐらいの、ね、えらいことになってます。なってます、はい、なんでこうハマる人がハマれば、はい、めちゃくちゃお買い得ですし、うん、まあ、あとは一つずつ見ていくと分かるんですけど、基本的に一流品しか付いてないですね。そうですね。え、これどこのパーツとか、うんうん、そういうのないですよね。はあ、あと後戻りできないカスタマイズがあんまりしてないという。ああ、そこは重要ですね。重要ですよね。はい、結構なんかもうボディ穴開けてつけてますとか、はいはいはい、オーバーフェンダーとか、はい、そういうのないじゃないですか。ないですね。だ基本的にはパーツ交換で元に戻せちゃうっていうのはかなりポイントとして高いんじゃないかなと。うん、だこの個体このまんまじゃなくて、まあ、ある程度ここから手を加えることも前提に購入なんていうのもいいんじゃないかな。いいと思いますね。はい、そして足元、僕これ資料見たんですけど、はい、なんとカーベイのバージョン3に交換済みということで、はいはい、もう最高のやつがついてるじゃないですか。ついてますね。伸び縮み、はい、で調整できるやつですよね。はいはい、そんな足回りがついてると、うん、でちょっとセッティング確認してないんですけど、うん、まあめちゃめちゃ柔らかくもガチガチにもできちゃうんで、うん、もう街乗りからサーキットまで。そうですね。まあ、今回多分、まあ、後に乗っていただければですけど、私も買い取りがてら乗らせていただきましたけど、非常にいい街乗りに適した硬さになってると思いますね。はい、じゃあ割とソフトに街乗りに合わせたのか、ね、なってると思います。ちょっとその辺の確認なんかもしてみたいと思います。はい、であとはこれがミラー交換されてるのか。はい、ミラー交換します、ね、コンペのミラーに。はい、こんな感じになっております。ミラーカバーも多分社外のものに変えてると思いますね。あ、そうなんですね。はい、ベースはそれを変えてカバーも変えてるってことですね。なるほど。あと今回の車はスライディングルーフが装着されていると。はい、M2 はカーボンルーフはないので、まあ、サンルーフがあるかないかということだけになりますね。オプションでの純正のサンルーフがついています。なるほど。はい、そしてサイドのこのエアロも 3D デザイン、うん、これ派手すぎなくていいですよね、うん、この辺は。そうですね。まあ、一体感もあって、はい、で出てる量もどんくらいですかね。3センチぐらいですか。うん、だから使い勝手あんまり損なわないんじゃないかなっていう。あんまりこう横にバチンって出てると乗り降りの時引っ掛けちゃったりとか。引っ掛けちゃいますからね。するじゃないですか。うん、その辺もまあ最小限になってるのかなって。だと今回の車ちょっとプロテクションが個性的な貼り方してますね。そうですね。これリアフェンダーが盛り上がってるからってことなんですかね。多分そうだと思いますね。ここよくストーンガードなんかありますけど、はいはい、ポルシェなんか。それの大きい版というか大きい版ですね。はい、このパネルがここまで全部貼ってある感じですね。うん、でサイドスカートも全部貼ってあるんですね。これ貼ってありますね。じゃあそのままでも傷十分防げます、うん、防げますね。はい、まあ、あとは貼り替えたりとかでも全然いいんじゃないかな。うん、まあ、でもやっぱり白なのでどうしても経年劣化で黄ばんできちゃうことがあるので、まあ、貼り替えはまあ長く乗られる方の場合はまあ、視野に入れながら。そうですよね。やっていただいた方がいいと思いますね。あとはこう汚れてきてこのラインが出てきちゃうんですよね。そうなんです、そうなんです。はい、フィルムの端の、はいはいはい、この辺なんかクリーニングである程度は綺麗にできると思うんですけど、うん、
まあ、その辺なんかもメンテナンスしていくといいんじゃないかと、はい、でリアも同様に手面もバッチリですね。バッチリですね、はい、そしてブレーキも同様に大きいものも M ですから、はい、入っております。この Z パフォーマンスのそこのセンターキャップって BM に変えられないのかな。どうなんですかね、それ変えたら。もう明らかに純正じゃないじゃないですか。はい、はい、あ、そうですか。それをなんか純正っぽく見せるのもちょっと良くないですか。あんまり、いやあんまり、ちょっとこのコンケーブとこのサイズ感ちょっと無理がある気がしますけど、はい、あ、そうですか、はい、純正オプションっていうにはちょっと無理がある気がしますけど、うん、まあ、ここにもね入ってるからね、これね。そうですね、うん、そしてリアに回っていくとこのスポイラーがあれですかね。はい、 M パフォーマンス、はい、はい、M のこちらディーラーで取り付けたものですよね。ディーラーさんで付けたかは分かりません、はい、って書いてありましたよ。あ、そう、はい、あ、そうだ。じゃあディーラー取り付けの、はい、M スポの M パフォーマンスか、はい、のトランクスポイラー、はい、で、あとはこっちも 3D デザインのリアディフューザーが付いてると、はい、はい、そしてその隙間から見えるこのエンドは、うん、はい、アクラボじゃないですか。ですね、もう中一流品、はい、一流品ですね、超一流品です、はい、なんか純正供給もしてるんですよね。してますね、確か、はい、でこれ値段さっき見てびっくりしました、はい、ほぼ100万円じゃないですか。です、ね、はい、100万円のマフラーですよ、やばいですねこれ、はい、でアクラポって結構こう知ってる人はもちろんめちゃめちゃ知ってるんですけど、はいはい、知らない人は えって感じじゃないですか。そうですね、そうでもないですか。で欧州車乗られてる方だと大体ご存知ですか、ね、大体皆さん知ってる。あ、じゃあそのもういじることに興味ない方はもちろん知らないですけど、あ、そうですね、まあ、ドレスアップにちょっと多少興味ある方はもう知ってらっしゃるんじゃないですか、うん、もう数々こう純正 の, あのハイエンドな車とか、はい、ついてますね、はい、ポルシェなんかも一部車種で純正供給してたりとかするんですよ ね,、うんうんうん、ますね。あとアルピナのマフラーかなんかも確か作ってたりとか、うんうん、アバルトとかもそうですよね。あ、そうなんですか、はい、だからもう老舗というか大手マフラー供給、うんうん、そうですね、サプライヤー。そしてバイクのマフラーなんかだとかなり有名なんですよね。はい、そうですね。でやっぱりバイクのマフラーってこう車よりこう条件が厳しいじゃないですか、うんうんうん、あれで結果出せるっていうことは、そうですね、もう車に関してはもう性能申し分ないと、申し分ないですね。で今回こんなになんで掘り下げてるかっていうと、うん、ちゃんと E マークがついてるからなんですね。そうですね、はい、E マークついてますね、はい、でもちろんその車検の合格を保証するものではないですけど、まあ、一応基準に沿って、はい、基準としたものですよっていう、うん、はい、証はついております。そうですね、はい、だとどうしましょう。トランク見てみますか。一応見てみますか。はい、じゃじゃんと。トランクもめっちゃ綺麗ですね。綺麗ですし補強パーツも、あ、 ARC のカーボンの、はい、ターバーがこちら装着されてございます、はい、一応ここまでいじってるとやっぱり僕たちも仕入れるときに気になるんですけど、サーキット走ってるか走ってないかっていうのはすごい気になるんですけど、一応私たちが確認している上ではサーキット走行はしてませんということで、はい、まあ、一応タイヤとか見ても、まあ、走ってたら結構わかるじゃないですか、まあ、そういうところから見ても全然大丈夫だなと思いますけど、まあ、タイヤもそうですし、まあ、あとはその飛び石とか、そうですね、はい、あとブレーキとか見ると結構わかっちゃいますね、わかりますけどね、はい、今回の車は非常にコンディションがいいと、はい、でこのタワーバーも割と低いんで、ええ、これそんなにトランク の, その使い勝手をこう損なってないかなっていうのは僕今感じました、うん、でもやっぱり物を置くとき気を使うよ ね, でもね、確かに、はい、ただガチガチにこうしちゃってると、はい、もう全然トランクスルーが使えないよとかあるじゃないですか。そんなこともなく、まあ、ギリギリ使える高さになってるのかなと、はい、そしてこの下はバッテリーが、はい、こんな感じで積まれております。そして毎回恒例ゴルフバッグチェックしてみますか。よいしょ、はい、じゃあゴルフバッグをとりあえず一回このまま行ってみましょうか。はい、こう、あ、ちょっとそっちの前側がやっぱりねこういう感じじゃないかな、入れるとしたら。そうですね、ここをちょっと下げてもらって、ちょっと皆様のこの想像力を活かしてもらって、はい、クラブは差し込んでないですし、カバーもついてませんので、いやもう大きさをちょっとね、そうですね、イメージしていただければと思います。ちょっともう本当にいっぱいいっぱいかもしれないですね、うん、なんであとはトランクスルー使っていただいて、うん、っていう感じですかね。ただタワーバーが本当に高さはそんなにこう邪魔してないんで、
まあ、いけるかなっていう感じはします。全然2個余裕ですね。3個いけますね。3個入れてもしょうがないですけど、このサイズでね、はい、ゴルフってことで考えれば4人で行かれることはあまないと思うので、倒して2つ積んでもいいかなと思います、ね、2つ積めばバックなんかも全然余裕じゃない、はいはい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。コンフォートアクセスがついててのこの内装で、内装もめちゃめちゃお金かかってますね。そうですね、つけられるところはついてるない感じですね。そしてステアリングも車外のステアリングにカーボンのものになってるという、はいはい、うん、パドルも書いてありますもんね。パドルも書いてますね。これもう好きなくいじってありますよね。好きなくいじってます、はい、もうここ変えとくっしょっていうところはみんな書いてある。書いてます、はい、でシフト周りなんかも、うん、M パフォーマンスの、はい、純正オプションのやつがしっかりついてると、はい、まとまりありますね。だからそうですね、ドアもダッシュもシフトも、うん、はい、これも結構人気な装備になりますからね。なるほど。そして中のコンディションもめちゃめちゃいいです、うん、まあ、距離少ないですからね。まあこれは言っていいのか分かんないですけど、ドキンです。ドキンでしたドキンでした、はい、そうですね。ちょっとそれ言っていいんですかね、分かんないですけど、はい、買い取りするときに僕がドキンを解除していましたから、はい、なるほどすいませんって言って。なるほど。まあでもその買いあってか、はい、車の中めちゃめちゃすごいコンディションがいいという、はい、だからもうそのステップのとことか、うん、スカーフプレートのとことか、そうですね、はい、ほぼ無傷です、ね、無傷ですね。保護テープまだ貼ってありますから、はい、あとはね、ブレーキの、そうなんですよ、ペダル類ってどうしても距離出るじゃないですか、はいはい、ちょっとその距離と合ってないぐらいペダル類、距離って言ってもね、1万キロぐらいですかね。いやでも1万キロこの手のやつだったら結構、はいはい、まあまあまあそうですね、はい、特にステンのやつなんかだと傷つくじゃないですか、はいはい、ほぼ傷ないですから、はい、フロアマットもね、M パフォーマンスのフロアマットなんで、はい、マットのコンディションも、はい、非常に良好です。これでもいつもの中のこう見るのはいいんじゃないですか、はい、やりますかねもう走りましょう。そうですね、はい、ちょっとこれ走る車だと思って、走る車なんで、はい、ちょっと走ることにちょっと今回、そうですね。じゃあ続いてエンジンルームも見てみたいと思います、はい、エンジンルームがこれがちょっとこう評価は高そうなんですよこれびっくりしちゃう。今いい絵が撮れました。いい撮れました、はいはい、これカーボンフード、はい、これダンパーが、はい、そうなんですね、金属のボンネットの用のダンパーなんで、ね、めっちゃ効くという。そうですね、これちょっと危ないぐらい、危ないぐらいですね、はい、これ M4 だとあるんでしたっけ。確かありますね。ありますよね、はい、カーボンフード用のダンパーがあるんですよね。親父ギャグで言ったら10台ですね親父ギャグでは10台ですガットですそしてエンジンルーム、ちょっとそのエンジンの前にカスタムポイントちょっと触れておきましょうか、はいはい、まず一番目につくこのカーボンのパーツ、はい、これがイベンチュリー、イベンチュリーですね、イギリスでしたっけですね、はい、のインテークメーカー、はい、でこれがあれなんですよね、エアのこのフィルターがこういわゆるキノコの形が逆に入ってるんですよね、うんうん、でなんかそれが特許で、はい、あ特許なんですか。特許らしいですよ確か。よくミニでも使ってますよね。ミニでもあり、ミニ用もあります、はい、ミニありますよね、はい、で吸入効率を高めてそのままインテーク据えるという、うん、はい、でなんかこれもうイベンチュリー作ってる会社がなんか航空エンジニアかなんか、うん、かなんかちょっとつながりがあるのかやってたのか、うんうん、航空関係らしいですよ、うん、はい、航空関係って結局もう地上よりよっぽど空気が薄いところでしっかりこう空気が取り込めないとダメじゃないですか、はいはいはい、だからそれのなんかテクノロジーが入ってるらしいです、はい、だから結構社外のキノコなんかだと、うん、こう見た目と音だけで全然パワーアップしないのとかあるじゃないですか、うん、はいはいはい、ただこれはしっかり本当にパワーもちゃんと性能もそうです、うん、やってるってことですね。ちゃんとパワーチェックなんかもして製品化してるみたいです、うん、でカーボンも全部ドライカーボンなんで、うん、もうめちゃくちゃコンディションがいいんですよ、うん、クオリティが。知ってますこれ、このバンドにも全部イベンチュリーが入ってるんですよ。おーすごっ、そこまでちょっと見たことない。バンドも多分汎用のものって多分いくらでもあると思うんですよ、うんうん、サイズだけ言えば、うんうん、だこの辺も多分作らせてるんじゃないですか、バンド屋さんに。一流品ついてますね、はい、でカーボンの質もめっちゃいいんですよ本当に、うん、ドライの。そしてこっちが同じイベンチュリーなんですよね、はい、エンジンカバー、はい、こんなのがついてると。でしっかり物がドライなんでエンジンルームで使っても熱にも強いと、はい、そしてこの上についてるのがトランクインツイスターのと同じ ARC のターバー、うんうん、はい、こんなのもついてると。まあなんか教科書通りの、そうですね、これをつけとけば間違いないぞっていうのがついてますね。
そしてここガチガチに補強しつつこの先ですよ、はい、ガチガチすぎやしませんか CPM の補強が、ね、はい、これあの M4 とか M3 が純正でこう、うん、カーブになってるここ補強してるじゃないですか、うん、なんかちょっとそれにつながるのかなっていう、うん、で結構 CPM もレースなんかでも使われてたりとか、うん、はいはい、これアルミの削り出しで強度もかなり取れるんで、はい、まあ、前回りの補強多分えらいことになってるんじゃないかなと、乗ってみたいですね、防水感とか乗ってみたいですね、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、であとはエンジン、はい、ここが多分こう評価が分かれる、うん、特になんか僕の読んだ限り の, その日本の読み物では、うん、ちょっと酷評とまではいかないですけど、うん、なんかがっかりだぐらいのこと書かれてたの、パワーがないと、あとは、うん、一応歴代の M シリーズって、うん、S エンジン、 S 型のエンジンって言うんで、うん、S 何々、うんうん、これが S じゃないんですよ、うん、N なんですよ、はい、だから本当は235とかのやつをちょっとファインチューンして、はいはい、何でしたっけ M4 のなんだっけな、クランクのベアリングと、うん、あとはなんかイグニッションコイルかなんか、はい、その辺なんかをこう、うん、で昔本当に昔で言ったらその325がアメリカバージョンは M3 だったみたいなそんな流れですよね。そういう流れですよね。そうそう、はい、だからなんか本物の M じゃない、本物じゃないという、そう、はい、でこの後出たコンペが M3、M4 のエンジンになるんで、はいはい、あっちが本物だみたいな、はいはい、まあ言ってることは分かりますけどね言ってることは分かりますけどあとはこれに組み合わせるあの M のドライブロジック、はい、何速でしたっけ、はい、それとの相性もなんかこう、はい、ちょっとみたいなことを書かれてたんですよね。どれだけ限界値で走るんですかというところですよ、はい、ちょっとだからそれも僕今日確認したいと思います、はい、本当かどうか、はい、まあ、あとはそれをストリートにこう落とし込んだ時にどうなのかなっていう、はい、そうですね、はい、実際僕たちストリートで乗るわけですから、そうなんですよ、はい、でも別にこうサーキットでタイム出すのにどうですかっていう車じゃないじゃないですか、うんうん、そうですよね、ストリートをいかにこう気持ちよく楽しく走れる車だと思うので、うん、はいはい、ちょっとその辺は乗って確認したいと思います、はい、続いて天童周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。金が語りかけます。高すぎる。輸入車買い取りはボンドカーズ。輸入車買い取りはボンドカーズ。音がすごすぎませんかこれ。音がすごいですね、はい、尋常じゃない音しますよこれ、はいはいはい、これ住宅街でご購入される方はちょっと、そうですね、あとこのシフトが使いやすい、はい、使いにくいっていうのはいろいろ書かれてました、はい、そうですか、はい、でもこのシフトだって一応皆さんっていうかいろいろね考えて作ってるわけだから、まあまあまあ言おうと思えばねいくらでも言えます。オートモアというよりかはこう2ペダルのマニュアルみたいな、はいはい、だからブレーキのペダルめっちゃちっちゃいじゃないですか、はい、僕はやっぱこのやっぱりこの後期のな後期っていうか前期のなこの流れがいいですね。わちょっと待って、はい、大丈夫です。どうですか、繋がればいい。前期と後期の違いって前のブログでも、あ、ブログじゃないや、あの動画でも紹介させてもらったんですけど、こういうラインが後期で、はい、こういうラインが前期なんですね、はいはい、ダッシュボードの形状が違うんですか、はい、こっちの方がちょっとなんか後期の方が柔らかいイメージですよね。そしてあとはこの車のトピックといえばサイズ感じゃないですか。そうですね、36、はい、今日言ってなかった。何をですか。土車を買おうシリーズ、あ、これ完結ですか。
最終回じゃないの、サイズ的に。あれ、こっちえ、これいけないんですか。ダメでしょ。もうずオリンピックの時はもうずっと高速乗れないんですか。もうこっからは、ね、オリンピックキャンペーン中なんですよ。こっちが前の前があっちの、うん、あっちからか。じゃあ今回は僕車カーシリーズ最終回をお届けしたいと思います。お、言った。でもこれ買っといてもさ俺絶対いいと思うけどな。いやちょっと思ったんですよ、うん、コンペが本物だよねみたいな、うん、何言ってんだと思ったんですけど、うん、ちょっとこの価格設定もやらしいんですよね、うんうん、分かります、うん、70万ぐらいしか買わないじゃないですか、うんうんうん、でなんかもう全く別のエンジン、はいはい、M のエンジン乗っかってて、はいはいはい、それどうなのって思っちゃいました。ちょっとでそこは今日ね高速に乗ってもらって。そうですね。じゃあ一回ね僕たち一般市民はどんな感じで体感するのかっていうのね、はい、あとこの7速 DCT がちょっとギクシャク感があるなんていうのも書かれてたんで、はいはい、まずはですね、はい、足は、はい、なんだろう、ちょっと待ってくださいね。カーベイですね、はいはい、足は全体的にかなりしっかりめです、はい、ただ乗り心地は悪くないです。最初の入力は割と柔らかいです、はい、奥がちゃんとある感じ、はい、乗り心地は悪くないですけど、はい、しっかりしてる、はい、ステアリングは BM のものしっとり重めのステアリングです、はい、前補強してる感じっていうの分かりますか。乗っていや乗り比べてないんで分かんないですけど、はい、でも車の箱感すごいです、はい、なんかめっちゃ硬くないですか、はい、車足回りは硬くないですけど車のなんか剛性が硬く感じますよね。そうなんですよ。車としての箱がなんかめっちゃ硬く感じますね、はい、前のちょっとこう、はい、フロントタイヤの動きはちょっとピーキーな気がします、はい、少し、はい、ただ素人インプレッションなんで気のせいかもしれないです。いやいや、はい、でも皆さんやっぱ乗っていただくのってやっぱ素人インプレッションって言い方するとなんかイメージが悪いですけど、まあ、そこが一番大事じゃないですか。プロの人のインプレッションってやっぱりまあ分かりやすかったりしますけど実際ね。いや最近ちょっと話ちょっと添えちゃいますけど、うん、水野さん知ってます、うん、GTR 開発の、うん、のベストカーかなんかでレビューしてるじゃないですか、うん、よく見るんですよ僕、うん、言ってることやばいんですよ。エンジンがもうちょっと3センチ前だったら、うん、点火時期がこれちょっと遅すぎるよとか、うん、マジかと思って、そこまで分かりますみたいな、うん、それはそれで楽しいけどね。そうそうそう、うん、見てる分にはめちゃめちゃ楽しいんですけど、うん、真似しようと思っても真似できないです、うんうん、それはそれ一、はい、僕たちみたいなちょっとこう素人みたいなのも参考にしてもらうのもっていうのも、ね、はい、ありますよ。確かにでも前はなんか本当にちょっと剛性ありますね、うん、ちょっと少し動きがピーキーな気がします、うんうんうん、こう動きとか。だもしかしたらこの剛性っていうその補強とタイヤの薄さかもしれないです、うん、ちょっとそのしっかり感というか、うん、カチッとしてるかなっていう感じは、うん、足は割とだからソフトに動いてますよね、うん、だちょっと感覚的に重点が前にあるような感じっていうか、あ、そんな感じしないかな。どうなんですかね、うん、でも後ろも後ろでしっかり感ありますよね、うん、しっかりあるね、ドアが効いてるのか。であとエンジンの違いとしては、うん、M2 だと6500からゼブラで、うん、7000回転からレッドゾーン、うん、これがコンペになると7500回転からレッドゾーンですよね、うんうん、7000回転からゼブラゾーンって、うん、だちょっとエンジンのその質がね違いますね。が違うみたいですね、うん、だからより滑らかにこう高回転まで回るのはやっぱりコンペの方だみたいな、うんうん、ただ今そんなにもちろん回してないんで、うん、はい、全然超トルクフルです、うん、だって冷静に考えたらだって3リッターターボでこのサイズですからね、うんうん、車重もそんなにないし、前の動画でもお話しさせてもらったかもしれないですけど、やっぱり乗ってるお客さんのお話聞いてもみんな楽しいって言いますよ、まあ、コンペじゃなくても、うん、比べちゃうとっていうところじゃないですか、うん、比べちゃうとっていうのもありますね、うん、でも大体この手のいじり物乗ってる方って、はい、いろんな車乗ってる方多いじゃないですか。確かにそういう方がやっぱそういうふうにおっしゃられてるんで、僕は全然楽しい車だと思いますけどね。それじゃあちょっと今日は高速に乗りまして、うん、やっぱり駆け抜ける喜びですから、はい、ちょっと駆け抜けたいと思います、はい、って言っても法定速度なんですけど、はい、いやでもちょっと違いますね、うん、何がどこが違いますか。
いや楽しさあるちゃんと。ああちょっとしよう。うわめっちゃ気持ちいいこれ。僕やっぱり買い取りの時は下道だったじゃないですか。はいはい、やっぱ全然違いますね。違いますよね。高速いい。これ3000、4000回転ぐらいからめっちゃ気持ちよく加速しますね。うんうん、これさっきスッチーが、はい、今日楽しいじゃないですかって言ったのが、はい、絶対楽しいと思いますよ。今ね、正直ね、はい、今までそんな楽しくないって言い方ないんだけど、はい、そうっていう、うん、そうって感じだったけど、今の踏んだ瞬間で、はい、楽しいと思ったね。音とこの振動と加速感、うんうん、いいわこれ。やっぱり車は楽しいんすよ、うん、楽しいね。でもあの一瞬でちょっとこう魅了するって、こいつ生かしてるね。これいいっすね、うん、前が突っかえてますから、うん、めっちゃ気持ちいいっすね。足もすごい。足いい、すごいこれ。これだって段差ちょっと 見せてください、うん、これ、うん、高速のつなぎ目が、うん、1回でこう、うん、跳ねないもんね。お釣りが来ない。お釣りが来ないですね。一発で収束しますね、うん、この吸気音と、うん、めっちゃ気持ちいいですね。これいいよ。これすごい。いやこれちょっとあの価格設定間違えたかな。もうちょっと高く出してもいいかなっていうぐらい思いました。すごいな。僕価格パーツちょっと昨日ちょっとちょろちょろっとですけど、うん、拾ってたんですよ。えぐ、うん、い金額になってました。うんですよね。うん、これまず吸気音が前からこう適度にするじゃないですか。シャーって。あとこのアクセルオフした時のプシャーって音、うんうん、と同時に後ろからめちゃくちゃ気持ちいい音するんですよ、うん、いいですね。だから本当にこれあのなんですか、今 M2 乗ってる方でも、はい、このバランこの組み合わせおすすめですね。いい、すごいいい。って言っても結構いい金額するんでぜひ真似できないですね。下取りに出していただいて、はいね、こちらにお乗り換えいただくと。あ、それいいじゃないですか。それだったら現実的な金額で、ね、うん、程度もいいですし、うん、これ気持ちいいな。あ、なんか久々だな高速乗って、おーってなった。気持ちいいですね。気持ちいいの。なんかもう目の覚めるようなこう強烈な加速あるかっていうと、うん、それはないですね、うん、ないですね。だ気持ちいい、ひたすら気持ちいいです、うん、この音と振動と、うん、助手席の乗り心地も全然悪くないです。そうなんですよ、乗り心地いいんですよ。乗り心地いい、しっかりしてるけど。だからこの多分補強とタイヤで細かい振動、うん、こう入力ありますよ、うんうん、けど全体的にこう揺れたりとかしないんで、うんうん、もうずっとフラット、うん、はい、だからもうつなぎ目とかもターンってそれで1回で終わります、うんうん、もうステアリングも超直進安定性もいいし、うん、駆け抜ける喜び。いやこれめっちゃ駆け抜ける喜びっすよ、うん。そしてこの、はい、あ、どうぞどうぞ。 DCT のスムーズさにびっくりしました、うん、で僕が読んだ読み物だと、はい、なんかその N 型エンジンは、うん、その S 型よりこうスムーズさに、うん、特に高回転のスムーズさに かけるみたいな、うん、なんだったらもう5000回転ぐらいからバラバラやってるみたいな、うん、もう全然ないっすよね。僕には感じないっすよ。超気持ちいい。これはレーダーついてますね。ついてます。危ない。確かにこれ危ないですね。これ危ない。これ気持ちいいのに、はい、免許が危ない。そう、免許が危ない。気持ちよすぎちゃってあのメーター見なくなっちゃうね、うん、これはしかもなんかちょうどいいんですよ、うん、わかります。なんかこう、うん、扱えない感じじゃなくて、うんうんうん、こうなんか扱いきれる、うん、めっちゃ気持ちいいこれ。そうね、すごい。これいい車だ、うん、なんて言ったらいいのかな。すごいね、いいよ。
これ本当にもうちょっといろいろ走りたいですね。これ足とちょっと車のバランスの良さびっくりしたっす。前のいじりの M2 よりかはなんかやっぱ違うね。違いますね、うん、やっぱり車っていじり方とかパーツとかでいろいろで全然違うよね。いやー、このちょっと吸気と排気音のバランスにはびっくりした、うん、いや僕足回りがねすごい、このタイヤとのバランスなのかな、か全部補強もそうだし、ついてるものがやっぱ完璧なんでしょうね。バランスいいですよ、うん、でまた室内で聞いたらマフラーの音大きすぎるかなと思ったんですけど、うんうん、走るとちょうどよくないですか。ちょうどいい、うん、本当にこのぐらいで走ってれば全然そんな不快じゃ、うん、余裕で助手席に寝てきますよ、うんうん、これ以上大きいとちょっとそのテンション高くない時はちょっと疲れてますから、ね、ああそうね、うん、これだったらオールマイティ、うん、また吸気の音めっちゃいい音してますよ、うん、シュワーってさすが特許ですね。特許です、特許です。いやこれ免許危ないな本当に危ない免許危ない。これいいわ。これ本当にこれだって金額教えてください、うん、最終回これでもな、ちょっとフードとか戻したいです僕は。ああ戻せばいいじゃん。もうちょっと僕だったら、うん、もうちょっとこうしれーっとしてる感じにしたいです、うん、ちょっと派手すぎません。そう、うん、だったらもっとねもうちょっと派手にしちゃうな。本当っすか。屋根黒でラッピングして、ああちょうど、ね、サンルーフだからガラスルーフみたいな感じで見えるようにして、はい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 、ぐらいかな。ここ黒く見える、ね、そう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 、はい、僕だったらちょっとノーマルフードに戻して、うん、ホイールもちょっと違うのにして、うん、ハンドルもちょっとノーマルに戻しちゃいます。カーボンいいんですけど、うん、なんかちょっとこうちょっとレザー感ある感ですね、うん、この雰囲気だったら。でもちゃんとここに M パフォーマンス入ってる、はい、うん、ここだけ M パフォーマンスで、ここがカーボンなんで、はいはい、そこが、はい、色のあれがあって言ったでしょ。バランスがベースが変えてあるってことですよね、うん、この辺流用っていうかさ、うん、そうそうそう、そのまま使ってすごいお金かかってるな。なんかこの車の雰囲気だったらなんかレザーとアルカンの方がいい気がします、ね、うん、ここはアルカンでここのレザーの方が。でもさやっぱりさ基本がいいからそういう話もできるよね。そうですね、うん、だってさノーマルだったらこれもあれもあれもこれもなんてなっちゃったらちょっとさあれちょっとお金かかっちゃってできねえななんて思うけど、ここまで仕上がってるとちょっと自分でちょっとアクセント変えるだけでガラッと変わるから、そういうのドレスアップしてる車の買うのをね、やっぱ一番の醍醐味というかお得感もあるし自分色にも変えられるしっていうのね。このなんすかね、え後ろ側から車グラッと押してる感じ、うんうん、すげえ気持ちいい。ツッチーが読んだ読み物燃やしてもいいよコンビネーションいいのは分かるけど十分でしょ。ただやっぱりこうシチュエーションで違うのかなっていう気がします。海外とかサーキットでレビューしてたりするとまた挙動違うんですよ。そうね、うん、いやもちろんサーキットで行くとさ、なんかノーマルマフラーっていうかもう足回りちょっといじってるだけでもうグニョグニョだもんね、うん、でまあ、サーキットそんな経験ありませんけど素人でもそんな感じるぐらいだからさ、サーキットなんていうのは。これ何速 DC ってこんなスムーズなんですね、うん、いやいいな、うん、これいいですよ。もうとにかくめちゃめちゃ直進安定性 FR9 あるんですよ、うんうん、でちゃんと踏んでってもこうフロントの接地感は抜けないし、うん、適度なんですよね、うん。でも BMW ってこのぐらいのサイズ感が一番車作りがうまい気がしますよ。うまい気がするってなんかすげえ上から見せるんですけど、土方さんもそれ言ってました、うん、メルセデスって S クラスが主役だけど、うんうん、BM って主役3シリーズだよね、うんうん、で昔のこの36時代のサイズじゃないですか、うんうん、今みんななんか車大きくなっちゃって、うんうん、1つ前の、G30、うん、からしてもなんか 20センチぐらいなんかサイズ違うんですよね。現行に至ったらだって昔の5シリーズぐらいのサイズなんですよね。日本のこの道路事情とか、まあ、駐車環境とか生活環境からいくと結構こうベストな
サイズなのかなっていうのは僕ちょっと思いました。いやそれは思いますよやっぱり。あと僕が一番好きなサイズです、うん、このぐらいのとかハッチバックとか、うんうんうん、どこでもいけるじゃないですか、うん、で一番、うん、やっぱりねさっきも言いましたけど上から目線になっちゃう、これはやっぱりいい作り、まあ、うまいなと思いますよ。多分こう自分にベストなサイズって人それぞれだと思うんですけど、うんうんうん、僕なんか一番この車の一体感感じますよね、うん、このぐらいのサイズが。今日午前中ボクスター乗ったんですけど、ボクスターもなんかめっちゃ良かったんですよね、うん、気持ちいいなと思って。ボクスターはボクスターでまた全然ね違うよね。ボクスター高速乗った。高速乗らないです、下道プーッとしたんです。これそんな乗ります。いやいやいいっすか、全然乗ります。いやこの良さはびっくりした。これで旅行とかいいんじゃないですか。いいですね、箱根行ったりとか。ちょっと山道走ってみたいです。これはだって本当に楽しい車ってちょっとこの車線変更しただけで楽しいですね。今だって車線スッて入った時もスーッて入ってたもんね。わかりますこの車の動き、うん、スーッてね。いやちゃんと駆け抜ける喜びあるな。ありますね。だやっぱりノーマルが一番って方ももちろんそれも一流ありますけど、やっぱり違いますね。こういじってるものの良さ、いやいじってちょっと少しとんがらがせると、うんうん、また車の違ったキャラクターが出てきますよね、うん、出てくる出てくる。だノーマルってまあこれ分かんないけど、ノーマルってちょっとそのパワー抑えられてる気がするね、車のね性能とかも。いやそれいいんですけど、結局その乗りやすさとか燃費とか、うんうん、いろんなものをこうバランス取らなくちゃいけないんで、ちょっとなんかできすぎいくんですよね。そうですね、うん、やっぱりちょっとジャイアンだったりさ、スネ夫みたいにちょっとね、そうですね、とんがってた方がやっぱりとんがったりとかちょっと個性があったりするとね、合う合わないありますけど、うん、楽しいですね、うん、まあいいな。まあちょっと僕的には正直こうロードノイズも結構決めじゃないですか、うんうんうん、まあ、タイヤの扁平もありますし、多分この車のキャラクター的にもそんなに静粛性高い車じゃないんで、うんうん、このロードノイズゴーって音もそうだし、ありますけど、でもその分全然気持ちいい、うん、でもやんそんなに路面じゃないのこの道、さっきそんな感じなかったもんね、ロードノイズ。いやでもその適度さって重要じゃないですか。適度ね、うん、本当にまあね、某高級車とか、はい、国産のね、家族に乗る車とかってスーって感じだもんね、本当に。まあそれはそれいいとこなんだろうけど、やっぱりこう自分の乗ってるこのフィーリングとそのいろんな音とか振動がマッチするのってめっちゃ重要っすね、うんうんうん、この4000回転からのこの音と、でこれアクセルオフした時も気持ちいいんですよね、うん、気持ちいい、惰性でこうプシュンプシュン。これを車を楽しみたい方にはもう本当おすすめですね。これいいっすね、うん、だ BM にもない、 BM にはない、ベンツにはないですねこれは。そうですね、うん、まあいい意味でも悪い意味でもね、うん、でも RS とかアウディとかにもやっぱこの感覚ないよね、まあ、いじってるものそこまでいじったアウディとかにまだ乗ってないからかな。僕はちょっと前に S3 のめちゃめちゃいじったやつ乗せていただいたんですよ。それもそれでめちゃめちゃ楽しかったです。ただこういう感覚じゃなかったです。あっちもっと安定してますね。安定してる、安定してます。なんかどこまででも踏んできます。こっちなんかもう多少こう何ですか、じゃじゃ馬は感がちょっとある感じありますね。ちょっともうちょっと自分で操作してる感が強いですよね。シフトも全然変わりますでしょ。あ、スムーズ、めっちゃスムーズです。
さびっくりした。まあ特に高速のこの速度域バッチリですね。これに合わせてありますよ。デメリットは燃費じゃあ土は燃費ね。燃費と免許。そう僕は免許絶対そうだと思うよ。絶対そこっすね、うん、そうっすね。悪いとこって言ったらそこっすね。そこですね、うん。まあ、言っても3リッターなんで踏んじゃったらこう燃費そんなに良くないじゃないですか、はいはい、あとこれは本当に調子に乗っちゃいますね。乗っちゃうね、うん、気持ちいい。改めてなんかやっぱり車って楽しいもんだなって確認しました、はい、再確認しました、ね、なんかね久々な車だね。そういう車 ね、いい車はやっぱりの何回も乗らせてもらって ね、レビューさせてもらってるけど、やっぱり、ね、楽しいなっていうの久々な感じの車です。車楽しいですよ、うん、やっぱりでも輸入車ってやっぱり高速域かもしれないね。やっぱり楽しいのは ね、やっぱりそのぐるっと回るのもいい車だと分かるけど、やっぱりそこら辺ってやっぱりなんか性能が全然出し切れてないっていうか感じられてない部分があるから、ね、さっきの話した本当プロの人だったらもうそこら辺乗っただけでもすぐパッて分かるんだろうけど、僕たちみたいな感じでもちょっと素人がちょっと、ね、何回か乗り慣れてるぐらいの感じの感覚だと高速にならないとちょっと感じられないかもしれないね。ちょっとこれを乗った上でコンペちょっともう一回乗ってみたくなりましょうか。あ、どうなるかな、あえてね、うん、コンペ今最高ないもんな。でも M2 も今オークション市場でも結構人気なんですけど、ね、そうなんですよ。僕だからその読み物で結構その、まあ、国評とまではいかないですけど、うん、なんかコンペの方が本物だぐらいも書いてあるから、うんうん、中古車市場結構離れてるかなと思ったら、うんうん、全然差はないんですよ。差はないんですよ。意外に値段も落ちてないんで、だそれは多分中古車市場でちゃんともう一回評価されてるってことですよね、うん、だ評価されてるのもあるし、多分さ、まあ言っちゃったら分かんねえよ、両方いい車でしょみたいな。あ、いやコンペもいいの分かるけどみたいな。あ、ほら危ない、獲物になってた。確かに捕まってますよ。捕まってます。でもやっぱり最初のそのスペック的なものに惹かれて、はい、結構その M2 からコンペに乗り換えたっていう人かなり多かったみたいですね。で両方が中古車市場に出てきた時に、はい、あんまりこう価格の差がない、うんうんうん、もっと差がついてるかなと。でもやっぱり、うん、輸入車の的な感じでいくとやっぱり3、400万円台って強いじゃないですか。でこれ200万だったらみんな買いますでしょ。いやいや、みんな買いますどころじゃないですよ。ツッチ車買うシリーズシーズン7ぐらいいっちゃうよね7回ぐらい買っちゃうでしょ。そうですね、うん、これいいな。いやこれサイズ感的にも完璧ですよ、うん、本当に足でも乗れるよね。乗れますね、うん、だとまだうちの子供ちっちゃいんで、うん、あのちゃんと家族で乗れます、うん、いいじゃないですか。いいじゃん、これ大きい車乗って自分はこれ乗るみたいな。ああそうですね、うん、家ファミリーカー1台置いといて、そうそうそう、家に1個置いて、これはちょっと本当に走りに行きたい。夜ちょっと C1 ぐるぐる回るだけでもいいんで、うんうん、行きたいです。僕の地元の方に、うんうん、え、地元どこなの。群馬です。あ、群馬、だから春名山とか、はいはいはい、赤木山とか、はい、薄い峠とか。群馬なんだ。そうですよ、もうあっちはもう走りのメッカですよ、うん、もうどこでも走れますよ、うん、薄い峠もそうだし、三宅もそうだし、うん、春名山も赤木山も、みんな今結構その走り屋規制でデコボコがついたりしちゃってますけどね。まあね、走り屋じゃなくてもいいからね、うん、今度なんだ、土あのおすすめ群馬ドライブツアーでもやったらいやでも結構マニアックなところありますいやいいんじゃない、はい、そのだって関東からもちょうどいいぐらいの距離感、ね、確かに確かに確かに、そうなんですよね、日帰りで帰ってこれるし、うん、いやドライブ楽しいところがいいよね、やっぱりね。白根山のあの登ってく道とかめっちゃ楽しいですよ、うん、その日によってはその雲の上まで行けるんですよ、うん、めっちゃ楽しいですよ。っていうかカーブ、ただのカーブなのにめっちゃ楽しいです、うん、
ぱり来てるね。やっぱり来てる。ちゃんとフロント。また四駆と違う味だよね。そうですね。カーブもね。ちゃんとこう操作してる感が、うん、フロントこう接地感確かめながら。そういうとこかもしれないですね。アウディよりちょっと僕が楽しさを感じるのは。安心感というよりかは操作してる感みたいな感じね。なんかアウディ優秀しすぎてなんかもう適当に乗ってもこう、うん、全然大丈夫なんですよ、うん、フロントの接地感と全然気にしなくても大丈夫なんですよ、うん、ちょっと BM なんかちょっと確認しながらこうトンネル、そんなに音は大きくない。そうなんです。いい感じの。そうなんです。まあ、EMAX ついてますからね。うん、わーみたいな音かと思ったら、うん、意外や意外。意外や意外、いい感じだったなって感じで。だからちょっと室内なのと、うん、あとあのアイドルアップで最初バーってなっちゃうじゃないですか。あれでちょっと音大きく感じたのかなっていう。だから走り出しちゃえば全然。ただ住宅地でちょっとその朝方とか夜とかだとちょっと気使っちゃうかもしれないですね。帰り家に帰ってくるぐらいの時は大丈夫ですね。そうですね、そうですね、はい、ちょっとどうしてもコールドスタートの時とかはこう、うん、早朝通勤で朝お車使う方はちょっとダメかもしれないですね。ダメって言い方いいんですけどちょっとまあダメですね。ただ今の車って、うん、暖気しなくていいじゃないですか。はいはいはい。まあ、しなくていいってことはないですけど、うん、その暖気 そのアイドリングじゃなくて暖気運転で、うん、運転でね、そうそうそう、引っ張らないでね。そう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 、うん、だ別に昔の車みたいにその温まるまでずっとアイドリングでかけとく必要もないし、うんうん、ないしね。かけたらこうノロノロノロって走り出してって、うん、水温が上がったら走り出すっていうので十分こう信頼性損なわないんで。うちなんかもそうだけど、あの 家と駐車場が近いからもう家が揺れるって言われるもんね、はい、家揺れてるよとかって、そんなことねえだろうとかつって、それ大げさでしょつって。いやーちょっと過去一あっという間だったかもしれないこれは楽しい、でもいいんじゃないの、気持ちこれぐらいのっていうか科学体でこのパフォーマンスのこの楽しさが得られるっていうのはっていうか冷静に考えたらすごいですね、うん、まあ、もちろんこれすごくいじってあるっていうのもあるんですけど、うんうんうん、これだけの性能のものがだって新車で700いくらですか、うんうん、まあ、オプションつけたらもうちょっとしますけど、うんうん、で結局値段そんな落ちないから、確かにある程度その楽しく乗れるし、そうですね、うん、で特にこう重厚になったら1回こう新車の時のこの下げ幅、うん、もう1回下がってるじゃないですか。下がってるしね。いや装備は何も触れてませんよ、ね、でもここみんな一緒っすからね。同じでしょ、BMW、だって、はい、ツッチがよく言うさ、あのさ、なんだっけ、人間工学っすか、違うこのブラインドっすか、ブラインドスポットとかさ、はい、クルーズ、あれこれブラインドついてますか、ない、ついてない、あ、ついてないですか、ついてません、あ、ついてないんですね、はい、そんなの気にしなくなっちゃったよ、ツッチ、確かに、忘れてましたいやでももはやなんかこのこう どうしようか、こっちオリンピックキャンペーン中なんでこう、はい、差別を受けました、はい、走らせてもらえないっす左レーン、これだって左レーンどうやって走るの、右レーン先で行けんじゃないですか、行けないじゃん、あ、先で1台1台やるのか、あ、すごいな、あれだな、あ、大丈夫ですね、うん、ちょっと今アリーナ店周辺はオリンピック開催中で、期間中で交通規制がすごいんでご来店される方はちょっとご確認いただいた、朝の渋滞とかね、すごかった、今はちょっと落ち着いてきてましたけど、あ、本当ですか、うん、当初やっぱり規制が始まった時はすごかったです。確かにここが通れないだけでこっちパニックになっちゃうんですよね、うん、だから今もうみんな通れないって分かってるんで、迂回したりとか違う道で行くようになったんで渋滞は和らぎましたけど、ちょっとじゃあ車で起こしてくださる方はちょっと気をつけていただいて、うん、そうですね、いつもんだろうな、そこも試しものもしなかったね、試しもしなかったっすよ、スポーツプラス、うん、しなくて十分、そのまま
コンフォートですよね、うん、コンフォートってあれですかって感じでね。まあでも基本的には変えてるところだからね、全部ね。確かに、うん、めっちゃレスポンスいいですね、うん、これ S だったらどうなっちゃうんですかね。でも S、 これ S ってアイスだし。いやいや、これがコンペだったらどうなっちゃうんですか。コンペだとこのパフォーマンス出せないんじゃないの。マフラーもそうだし、でももともと馬力もっと出てる。まあまあそうね。でエンジンも M のエンジンになるじゃないですか、うん、でもこれ以上馬力欲しいですか。いや十分です、うん、いやちょっとでも、もしかしたら扱えないんじゃないかなと思っちゃいました、うん、コンペね、うん、僕のドライビングスキルでは、うん、持て余しちゃうかもしれない。良すぎる。ため息が出ちゃう。ため息が出ちゃう。ため息出ちゃいます。いやこれはちょっと動画でこう別に取り繕ってるわけでもなんでもなく、うん、めっちゃいいっすよこれ、うん、いやでも最初のさ、最初に高速乗った時の2人のテンション見てもらえればなんとなくやらせじゃねえなっていう、はい、分かっていただけるんじゃないかな。これはいい、はい、であとそのビジュアルの面で、うん、好き嫌い多分あると思うんで、うん、それは あれですね、そうですね、好みにちょっとポイントで合わせてもらって、ねね、はい、自分のそこはもうボンドグループの出番じゃないですか、はいはいはい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。いやマジでいいっすね。いや最高でしたね。音が最高すぎました、はいはい、でこちらの車みたいにこうカスタマイズした車も買い取りお任せくださいって感じなんですよね、はい、そうですね、はい、まあ、今回も買い取りさせていただきましたけど、正直競合があって、まあ、うちの方が高くお付けさせていただいて、購入させていただくという形になりますので、でもバッチリコンディションと、はい、バッチリパーツのラインナップであれば、はい、こうやって店頭に並ぶこともありますので、はい、まあ、お気軽にご相談いただければ。あといじり物に関しては純正パーツがあるってことがやっぱりそのすごい重要なポイントになるので。なるほど、はい、まあ、そこはぜひちょっと買い取りの際には教えていただければと思います。はい、はい、じゃあ買い取りもぜひよろしくお願いいたします、はい、というわけで今回は BMW M2 クーペをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。